おつまり警察だ。エミル、貴様を逮捕する。どうしてですか。あ、じゃあ逮捕されたくなければ何か言え。じゃあ、はい。お、エミルさん。お、スベル警察だ。ゾムさんを逮捕する。どうしてですか。君はいたずらに私を滑らした、あの、余罪がかかっている。疑いかかっている。お前逮捕したいだけやんけ。じゃあ、はい。エミルさん。ああ。小根島さんを地獄に落としましたよ、大先生。ありがとうございます。次、君の番や。めっちゃ怖いやん。お前、何やお前。珍しいな。死刑執行人か、お前。俺、ただ、いざなってるだけやから。はい、こっちですよ、って言って。こいつ、俺らに対する差し半端ねえぜ。お前、なんで俺も地獄に落としとんねん、お前。いや、心落としてるから、もういいかなと思って。じゃあ、はい。エミルさん。ロボロさん、結婚おめでとう。ありがとうございます。本当におめでとう。あ、なんか、なんかちょっとオーラ出てそうやってんけど。高恨みやな、これは。生きやがってみたいな感じだろ。っていうか、なんか、ロボロには負ける気してへんわ、みたいな感じがあったよな、ちょっと。いや、違う違う違う、確かに。近い表現あったね。まさかそんな、ロボロさんの方が多分早いと思うぜ、俺に比べたら。いや、でもなんか、いや、安心して、どっちもできる。おいおいはい。お、エミルさん。俺死ぬわ。何か言い残すことはあるか？春、こんかったな。いや、生き返れ。早すぎるやろ。ちょっと反応しづらかったよ。やろ ?3 年間生きり続けてたら、多分それが生きりじゃなくなる。まあ、辛い苦しいことでも続けていれば報われるってこと。あ、そういう精神で今後生きていくのね。なるほどね。はい、エミルさん。はい。鬼すぎ、今の。いやー、死んでしまったね。何か未練があるんか？聞くなよ。いやー。未練しかないんやったな。ええやん。今の一言に全て出てた。いやー、多分。はい。エミさん。いや、大先生の秘密をしてしまいましたわ。どんな秘密なんですか？やつにはな、息子がおる。ああ。ああ、ないよね、お前やめろ。やめんかい。はい。お、エミルさん。私もね、ちょっと初詣行ってきてね、おみくじ引いたらね、ダン吉。お、へえ。ダン吉、はい。なんか、おしゃれで焼き鳥屋みたいなの出てきてますけど。ですね、本当に。どういうで、はい、どうも私は、今年は、日本一周旅行しないと、運勢を向かないってことが分かりました。お前それソーラーカーやないかい。お前。はい、エミルです。エミルさん。私もね、新言語を考えました。ほう。ほう。こうです。ほう。これなんて読むんですか？オーケー。オーケー、はい。はい。はい。どういう意味が？オッケー。いや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 。森吉にもほどがあるでしょ。まあちょっと面白かったよ、正直。ちょっとオッケーでね。すみません、じゃあちょっと俺も出てきました。ほう。やっぱね、小根島さんも出馬するに足る人物だと思うんですよ。なるほど。こちらです。英雄と。おーエミルさん。いやね、私もね、映画を作りました。走ったな、おい。こちらです。ロストウェッジ。ちょっとおもろいやないか、普通に。おもろいやんけ、これ、お前。キャッチがええな。ギャルか、キャラかって、お前。いや、なんか、いや、それっぽい。はい。エミルさん。
いやそこで会ったサラリーマン、こんなこと言ってましたわ。外回りつれえわーって書いてる。むしろ得意なタイプやろ、こいつ。外回り得意やろ。散歩しなきゃやろ。散歩やで。朝晩ね、ぐるぐるって行くし。外回りっていうのはさすがに NG やろ。あれがカツトンデカのゾムケースだ。なぜそんな異名が。あいつ犯人の前でカツノ食って自白を流すんや。怖すぎるやろ。ちょっと待って、それどういうレベルの出来事。3日間絶食させた犯人の前でカツ丼を自分が食いながら食いたいなら吐け。ああ、なるほどね。俺が食うねんな。いやでもそのカツ丼っていうかさ、その日の気分でカツ丼とかじゃなくなるで。いや俺ほんま意気昇進してる犯人の目の前で無言でカツ丼頬張るのもその姿思い浮かべてしまう。こんなん気をされて自白するわ。美味しそうに食うと思うね。はい、行きます。じゃあエミリさん。はい、じゃあエミリです。お前おもろい、ちょっとおもろい。これ、ね、これお前しっかり目を白抜きにしてる。ちゃんと白目にしてる。よし、ほんまにやられてへんかったらできひん。うん、いやでもこれいろいろ見えてきましたね。エミルがいじめっ子やと思ってんのはゾムチーノと。あーなる。はい、エミルさん。はい、じゃあ大先生です。はいよ。お姉さん、機嫌よさそうだね。一杯飲んでかない。あら、それだけ。だからコースで飲み放題2000円つけちゃう。あと、店員さんや。そしてもうサービス。お願いします。店員さん、お願いします。ナンパする勇気もないのね。そうよ。な、誰だよ、お前はよ。エミルさん。ひねらず、いきます。おう。GO! おあ、面白いよ。シンプルなずるいよ。ジャケットっぽい。いや、わかるわかる。なんかジャケットっぽいよね。なんかこれ、うん、なんか曲名でうるせえってありそうの。うるせえって。いやいや、エミル、これ久しぶりに当たったの、お前。ああ、よかった。よかったよかった。お前、猫に凝視されるんですんだぞ。よかった。猫と和解してる。はい。お、エミルさん。昨日未明、商店の撮影中、エミルが凄惨な姿で見つかりました。ひどい事件だ。ネタの損傷がひどく、その場で死亡が確認されました。誰も助けに行かんかったよ。ネタの損傷がひどくって。いや、助けられへんかったやろな。あかんかったやろな。